アップルが半導体大手のインテルからスマートフォン用半導体事業を買収する交渉を進めていることが分かりました。買収額はおよそ1000億円で、来週にも合意する可能性があります。アップルとしてはインテルから技術や人材を取り込むことで、次世代の通信規格 5G に対応した部品の開発を自社で進めたい考えです。